客様自身で綺麗になる方法っていうのを、まあ、ご自宅で試していただいて、実際にこう肌悩みがなくなって綺麗になられるっていうところがすごくやりがいを感じます。やっぱり原木の椎茸に、こだわっているやり方と、やはりこの地域では一番古くからやっておりますので、栽培方法とかには自信を持っております。いろんな業務をやっているということもありまして、企業の方にいろいろな角度から提案できるというところが自分のところの強みかなというふうに思っております。お酒を楽しんでもらうところです。他のオーセンティックなバーよりは少しカジュアルに飲んでいただけるところだと思います。そんなに肩肘張らずにゆっくりしていただけるところかな。関西ではうちでしか置いてないチーズがあるっていうことと、あとはチーズ屋さんっていうのは敷居が高いものなんですけど、その敷居が下げられている。地元の焼き物である丹波立ち食い焼きを使用して、目でも器でも楽しめるパンケーキ屋さんをアピールしてお店をやっております。ボトルドウォーターと浄水器の同時並行で将来に向けてベトナムへ進出していることです。今後はアジア諸国のお水もきれいにしていきたいと思っております。トレーナーでもこうびっくりするほど結果を出されている方がいらっしゃるんですけれども、その時にこう一緒にすごい頑張りましたねっていう、そういう時にやりがいを感じます。人との出会いとつながりなので、利用者さん同士で会話したりつながったりして共通の話題とか見つかって盛り上がるところの様子を見ると、あ、ここやっててよかったなと思います。お客さんが再来で来てくれるということは支持してくれてるということなので、それはすごくやりがいに感じます。